イワン・ゴンチャロフ・パルラダ・ゴー・イワン・アレクサンドロビチ。ゴンチャロフは、ロシアの作家。代表作は、小説、オブローモフ。1812年にシンビルスクに生まれる。父親は裕福な穀物賞であった。1834年に、モスクワ大学を卒業した後、30年間、政府の役人として働いた。1834年、貴族層と、商人層との対立を描いた。 最初の小説、平凡な話が出版される。1848年、自然主義的な心理描写、イワン・サビチポ・ポジャブリンを発表。1852年から1855年まで、イギリス・アフリカ、日本に旅し、エフィム・プチャーチン・帝イの秘書官として、シベリアを経由して帰国。1858年にその帰国文、フリゲート・カンパルラダ号を刊行。 1859年、ペテルブルクに暮らす、無イト職の独身貴族、余計者のオブローモフの生涯を描いた小説、オブローモフを発表。ヒョードルドストエフスキーに高く評価されるなど、大きな反響を呼び、代表作となった。1869年、謎の女に恋した三人の男を描いた最後の、小説、断崖を発表。晩年、多くの短編、批評。 随筆などを書いたが、それらの多くは、死後1919 19年に刊行された。1891年に、ペテルブルクで肺炎を患い、死去。生涯独身であった。ありがとうございます。